株式会社ファミリアは兵庫県神戸市中央区に本社を置く子供服を中心とするアパレルメーカーである。創業から今日まで子供服、子供向け用品、ベビー用品の取り扱いを専業としている。白熊の子供をイメージキャラクターにあしらっていることで知られ、また皇室御用達として日本の子供服の草分け的存在としての知名度も高い。 全国各地の百貨店内にショールームを展開する。過去には、ピーター・ラビットなどの多くの人気キャラクター製品を取り扱っていたが、現在はオリジナルブランドが中心となっている。ファミリアの人気は創業の地である神戸を中心とした関西圏で特に根強く、親子2代、あるいは3代にわたって愛用している顧客も少なくない。また、神戸の私立校に通う。 女子中高生の間では、ファミリアの布製バッグを、ファミカバンと呼び、通学用のサブバッグとして愛用する習慣がある。神戸元町本店各店舗の詳細は公式サイト、株式会社ファミリアショップ情報を参照。広報資料、プレスリリースなど一時資料、松本幸。今週 NHK 朝ドラは、別品さん、渡辺千穂さん脚本。朝日新聞。 h t t p w w w a s a h i c o m articles ASJ1 回 4723J1 FPTFC00NHTML ありがとうございます。